はい、こんにちは、こんばんは、どうもかまです。ということでですね、今回なんですけど、RPG ですね、使っていきましょうか。まあね、この前にも使ったんですけども、まあ今回ね、なんでまた、紹介するかっていうことなんですけども、このスキン見てください。かっこよすぎません。で、アイアンサイトですね、ちょっとね、ゲーム始まってからちょっと見てもらいたいんですけど、アイアンサイトがめちゃめちゃ見やすいんですよね。うん、これね、皆さんちょっと注目してほしいところで、マジでアイアンサイトはね、多分この RPD のこの塗装が今までだから多分一番見やすいんじゃないかなと思います。個人的にね。そう、という感じでね、めっちゃ噛んだね、今ね。はい、早速ね、ちょっとこれ使っていきましょうか。はい、ということでですね、早速 RPD を使ってランクマッチ潜っていくんですけど、これなんといってもね、なんといっても注目してほしいのがアイアンサイト。この RPD のアイアンサイトですね。僕、シーズン1からですね、まあ、COD モバイル始めたんですけども、これがね、そう、この RPD のアイアンサイトが一番見やすいのかなと思います。これできたらさ、KN とか、あと RUS とか、そう、コルダイトとかのアイアンサイトもこういう風な感じにしてほしいよね。なんかさ、この浮いてる感じが好き。この、なんか立体的にさ、ほら、このアイアンサイトのあれが、なんか浮いてる感じがめちゃめちゃ好きで、こういう感じに覗いたなんか揃うみたいな。そう、このアイアンサイトの、この白いやつがね、そう、真ん中になって、なんかソロみたいなね、俺感じるのがめっちゃ好き、そう、ちょっとなんて言ったかね、もう全然、そう、意味が理解できないという方はね、これもう僕の感覚ですから、これ僕がなんかちょっと好きみたいなね、感じになってるだけですからね、まあまあ嫌いっていう人もいるんじゃないですか、このアイアンサイト。でもね、まあ結構まあ、その、まあ好きっていう人がほとんどだと思う、このアイアンサイト。このアイアンサイトは、なんか選べるようにしてほしい、俺は。本当に。そう、レジェンドとかのなんかアイアンサイト全部さ、俺 AKS のさ、レジェンドあったじゃないですか。まあ RUS ですね。RUS のまあレジェンドがあったんですけども、それを、このアイアンサイトにしたら、俺マジでずっとアイアンしてたよ。ということでね、本当にね、この武器は、まあ強い。でね、自分、ちなみに拡張マガジンつけてます。はい、拡張マガジンつけてるんですけども、まあこの試合やった後に終わって、まあ気づいたことなんですけども、別につけなくてもいいかなと。全然拡張マガジンはいらないです、この武器。そう、まあなんでかっていうとね、結構リロードに時間がかかる。リロードに時間がかかるのと、あと、リロード癖ですね。そう、もう一発チョンって言っただけでね、結構たまにリロードしちゃう人いるじゃないですか。そう、あと、まあ4発とか5発打っただけで、すぐにリロードしちゃう人っていうのは、あんまり、そう、拡張マガジン良くないです。拡張マガジン良くない。逆にですね、まあ、高速リロードとか、あと、クイックマガジンですね。にした方が全然いいかなと思います。まあ、リロード癖とかね、まあ、そういう方が、全然気にならないとか、あと、意識すれば、まあ、治るよっていう方はね、全然、まあ、マガジンとかね、この武器つけなくてもいいと思いますんで、なんと言ってもね、もう、拡張マガジンつけただけで、120発ね、撃てるんですよね。もう、そうやったら、そんなやったら、多分ね、1試合に俺、多分ドミネーションとかハードポイントでも、多分3回か4回ぐらいしか、リロードしないです。おそらく。うん。まあ僕は結構リロード癖とかね、結構ね、シーズン2ぐらいかな。シーズン2ぐらいから結構リロード癖を直そうかと思っていて、結構隙が出ちゃうんですよね。そういうリロード癖がなっちゃうと。うん、しかも敵を1人倒したらすぐに リロードしちゃうっていう、癖がついてしまうので、そう、やっぱり連戦、そう、連キルとか、あとトリプルキルとかっていうのがあんまり繋がらないんですよね。そういうことに。そういうことに。そう。一回キルしただけですぐリロードしちゃって引いてしまうみたいな感じになってしまうので、そう、やっぱりリロード癖は直した方がいいです。絶対直した方がいいです。はい。だってさ、よくよく考えてみてくださいよ。大体の銃って、まあ武器って、4発か5発で倒せるんですよ。で、それをさ、全弾当てれば済む話なのに、まあ10発あったら、そう、まあ5発外せるんですよね。そういう考えたら、5発か6発外せるんですよね。だったらもうね、全然そう、リロード癖はもう直した方が、メリットしかない。メリットしかない。逆にリロード癖があるのはデメリットが多い。うん、という感じになります。まあ、多少はまあメリットあるんですけども、できるだけ俺直した方がいいよ、絶対に。うん、というふうな感じでね。やっぱりでも、なんていうか、なんかかっこいいよね、RPG って。俺結構さ、なんかそういう、こういう銃器官とか、なんかそういう、そう、なんか火力が多い武器とかさ、結構さ、俺憧れてるっていうか、そう、結構好きではあるんですけど、そう、なんか戦車とかさ、こういう機関銃みたいな俺感じのがめっちゃ好きで、うん、結構ね、俺はこういう、武器好きかなと思います。なんか威力の高い武器とかね、うん、いいかなと思います。まあでもね、やっぱり動きが遅い。あとキャラコンができない。そう、キャラクターコントロールがなかなかできない。そう、スライディングとかあとジャンプ打ちとかっていうのが、そう、なかなか難しいんですよね、この武器。うん、ということでね、まあ結構、その、まあ難しい武器である。本当に。難しい武器であるし、まあ別にさ、俺さ、結構なんか言われてることあるんだけどさ、なんか、LMG で別になんか、イモルナーとかさ、なんか結構そういうこと言われるんですけど、まあ別に、なんていうか、悪いっちゃ悪いし、別にいいっちゃいいんですよね。これどういうことかっていうと、そう、別に勝つ戦法なんですよ。そう。ね。なんで、イモられたりしたらうざいかっていうと、そう、勝ちにくいからなんですよね。それ、そう。
ね。なんで別にね、自分は悪いことでもないと思うし、やっぱり他のゲームでもね、そういうイモリとかっていうのはありますんで、別に勝ちたいなら俺は別にイモるべきやと思う。そう、全部取ったら。そう、あと、まあ、ドミネーションですね。ドミネーションで、2点取りしたら俺はイモるべきやと思う。勝ちたいんやったらね、勝ちたいんやったら。もう、チームデスマッチでも言いますけど、チームデスマッチで勝ちたいんやったらイモる方がいいと思う。でも、楽しみたい。楽しみたいんやったらイモるのは良くない。しかも、あと、楽しみたいっていうかね、その相手も楽しくないですよね。そう、みんなさ、なんでイモられたら怒るかっていうと楽しくないからなんですよ。そう、まあ、勝ちたいんやったらイモるべき。ね、勝ちたいんやったらイモるべきなんですけども、そう、まあ、楽しくやりたいんやったら、そう、相手にも楽しくやらせたい。自分たちも、楽しくやりたいって言ったら、絶対にイモるのはなしだと思います。でも本当に勝ちたいんやったら別に僕はね、イモってもいいかなと思います。まあ、そこは難しいところよね。まあ、ちょっとね、とある実況者が、まあ、ちょっといろいろ、そう、まあ、ちょっと炎上してるんですけど、まあ、それはさ、悪いかいいかっつったら、悪い一択じゃないですか、こういうのって。そう、別にイモルとかっていうのはね、まあ二択。そう、別になんか賛成の意見もあるし否定の意見もあるし、まあそういう感じなんですよ。そういう感じです、そういうイモリってね。なんですけども、まあちょっと今回のはね、なんか利用規約みたいなの書いてるらしいですよね。ちなみにね、自分ね、COD モバイルから始めたんで、なんかそういうチーミングとかそういう詳しいことはよくわかんないですけど、そう、自分もね、まあとりあえずタイマンやって、まあやってみたんですけども、まあ全然楽しくないなと。うん、なんかチーミングみたいなね、そう、協力してミッションクリアするのは全然面白くないし、自分は普通にタイマンした方が楽しかったです。全然楽しかった。うん、しか別にコルダイトもね、うん、まあコルダイトもみんなゲットしたいのもわかるんですけども、そう、やっぱりね、その、ずっとひたすらやってたらいきます。あれ、毎日ちまちまやってたらね、あんないけるんで、そう、別にそんな、相手も楽しくなくなっちゃうんでね、これはやめておきましょう。まあ、ちょっと結構脱線したね。かなり脱線したね、今、もうそう。話がね、その RPD の話からなんか違う話言ってたんですけども、うん、やっぱりこの武器には壁抜きもできるんですよね。やっぱりしかも敵を、そう、トリプルキルしても、やっぱりリロードしないっていうね、ことがいいと思います。自分はね、やっぱりその、この RPD 一番いいのは、相談数の強みかなと思います。まあ、いろいろね、まあ、デメリット、メリットあるんですけども、うん、やっぱりね、この、そう、破壊力があるっていうのはいいかなと思います。で、ここなんですけども、後ろに寄ったんが、分かってなくて、やれてしまうということですね。うん。でもまあ、その、ドミネーションとかでありやと思うよ。RPD。ドミネーションとかでありやと思うんですけど、ちょっとね、皆さんに聞きたいのが、SMG ですね。SMG で、ちゃう、LMG か。ごめんね、これ。訂正ちょっと入れといてください。はい。ちょっと LMG で、一番強い武器、ちょっと何かっていうのを、ちょっと皆さんに聞きたくて、ちょっとコメントとかね、S36 の強いとかね、そう、RPD の方が強いとか、そういうちょっとことを聞きたいので、ぜひぜひね、ちょっとコメントの方で、S36 の方が強いよ、みたいな。RPD の方が強いよってことをね、ぜひぜひ教えてもらったらいいかなと思います。さあ、ここ今すぐやっていきましょうか。やっぱりこの安定性も実はあるんですよね、この RPD。うん。まあ、その結構ね、集団数っていうのかな、これは。そう、結構いいですし、やっぱりその、なんていうか、結構当たるんですよね、弾が。そう、やっぱりちょっと遠距離はね、そう、やっぱり初段で殺すべきやと思うんですよね、遠距離はね、本当に。そう、やっぱり初段外しちゃうと、こういうような感じにやれてしまうので、そう、やっぱり初段で殺す。まあ、全部来そうなんですけど、全部来ね、初段で殺せっていうことなんですけどね、結局は。そう、KNも結局初段で殺せっていうことだし、MSMC も初段で殺せっていうことだし、やっぱり初段はね、絶対どの武器も無反動になるんですよね。なので、やっぱり、どの武器も初段で殺すべきかなと思います。そうですね、もう本当にね、結構後付け実況で思うのが、やっぱり喋ることがないんですよね、本当に。そう、なんていうか、その、ずっと、10分間 LMG についてのね、ことも喋れないし、ということなんですけども、ちなみにこの試合一回も、アナイアレーター使ってなかったのかな？うん。そう。という感じでね、まあ、そろそろ終わるっていう感じなんですけど、ここやられていって、終わりですね。さあ、まあ、トルビーを耐えていくんですけども、ここで、味方がやってくれて、入って、終わりという感じですね。はい。それではですね、ちょっと今回これで終わりたいと思います。まあ、アタッチメント的には、まあ、ちょっと今回大型マガジンをつけたんですけども、高速リロードでもいいかなと思います。全然こっちでもね、いいと思うし、やっぱりその通常でもね、ソーラン数っていうのはかなり多いんで、こっちのも全然、やっぱりリロードにすごい時間かかっちゃうんでね、こっちでもいいかなと思います。まあ、フォアグリップですね。これはま、安定性をちょっともうちょっと高めるためと、あと、クイックドロー。これはね、やっぱり覗きが遅いんで、これをつけることによって、打ち合いに、勝ちやすくなるということですね。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。